いやあ、せつなけんすきだよ。よーし、アリスの精神裁判。前回はね、アリスちゃんが無罪を勝ち取りまして。今回は、どうなるのでしょうか。ショーの選択。第5章、いたずら部だって。言っちゃった。第5章、いたずら部。いたずら、イレブン話それるけどさ、最近、稲妻イレブンもさ、新作始まったよね。稲妻イレブン、アリスの天秤。あれもさ、面白かったよね。ま、また、アリスとは関係ないけどさ、全くアリスとは関係ないけどさ。まあ、強いて言えばさ、アリスとアレスやけんさ、アリスの天秤に言っちゃった。アリスとアレスっていう若干似たところはあるけど関係ないから、いや、始めます。もう、やめ。稲妻イレブンの話やめ。え？私が犯人じゃないって、ついさっきちしゃにこが証明してくれたんじゃない？そうよな。なのにいきなり最後の、選手の最後さ、あんな感じで終わったもんな。私は動揺して答える。そう、ついさっきの法廷で私の味方をしてくれたのは他でもないちしゃにこだ。なのになぜこんなことを言うのか。私には白ウサギを殺すことはできなかった。そうでしょ。だってちしゃにこと一緒に図書室にいたんだから、さっきの裁判でそれを証明したじゃない。ちしゃにこはアイスから目をそらさずにうなずいた。そしてまたノートに文字を書く。今度は大の名前だ。あなたは目覚めた。アリス、あなたは知る必要がある。なんだ、なんかチェシャニコの眉毛がなんか、ちょっとキリッとした感じになったけど。何よ？クロー事件の真相。お前知ってんの？真相知ってんの？ちょっと待って。これさ、確か第8章とか第9章まで続くはずなのにさ、第5章でいきなりもう真相って、得れるの？ちょっと早くない？早くないですかね？もうちょい後じゃないですかね？明かされるんで。事件の真相って私に何かできるって言うの？やめてよ。私はただあの裁判で証拠も何もないデタラメな状態で犯人扱いや処刑されるのは理不尽だと思っただけなの。別に犯人探しだとかそういう探偵ごっこがしたかったわけじゃなくて。自社猫は私から目をそらさない。赤の王様はあなたに言った。すべてを見定めなさいと。すべてよ。そしてアリス、あなたは私に言った。思い出したいと言ったな。あ、いうえお。アリス、この事件を解決しよう。私も手伝うから。え、ちょっと待ってそんな選択肢出されたらさ、ちょっと全部見たくなるで、セーブってできるの？これ。セーブできない。このゲーム、それじゃセーブできない。これ、そういや、このゲームってセーブできないでしたね。ちょっと。他の選択肢選んでゲームオーバーに行ったらさ、戻ってくるめんどくさいタイプのやつ。生放送だからなおさら。で、どこだったらカットできるけどさ。どうしようかな。そりゃ解決するがさ、本題のルートなんだろうけどさ、これさ、あえて他のやつ見たいよな、これ。あえて他のやつ見ていいかな、生放送。ちょっと取り返しがつかないことになるかもしれんけどさ、その時はさ、アムロレイみたいに取り返しのくないことをしてしまった、みたいな感じでさ、そんな感じでいくよ。このままでいいっす。このままでいいと思う。本当にそう思ってる？思ってるよ。もう私は容疑者じゃないんだもの。もういいの。自分が有罪じゃなかったら何でもいいタイプのやつ。残念だけれど、アイスに強要するのは私の本意じゃない。わかった。私は目を閉じた。もう体が動かない。事件の真相は、白ウサギは、チェシャ猫は、考えようと思ったけれど、やめた。だってめんどくさいもの。ありよ。私は知らなくていい。知りたくない。これでよかったのだ。
そう思って私は意識を手放した。真っ暗な闇が心地いい。もう何も考えなくていい。私は全てを閉じ込めて鍵を開けた。ゲームオーバー。こんな安らかなゲームオーバーあるんじゃ。来た。これ解決しないを選んだやつは多分見てみたいな後で一応見てみたいな。けどもうさ、まだゲームオーバーとか、安らかにゲームオーバーとか出されたら困るけんさ、普通に解決を選びます。わかった、事件を解決する。じっちゃんの名にかけて。アイスならそう答えてくれと思ったごめん、じゃあごめんな、俺さっきこのままでいいって選んじゃった、ごめんな。視聴者にこうちょっと期待一回裏切ってしまって。視聴者にこのまっすぐな姿勢を受け止めて、私はゆっくりとうなずいた。マスクで口元はわからないが、チェシャ猫は微笑んでくれたように見えた。できる頃から少しずつ調べていこう。うん。はあ、こんな感じで、こんな感じで真犯人を探していく形になるんじゃ。調査。調べると言っても、どうしよう。そうなるよな。やったことないもん、調査なんて。例えば現場とか。東校舎2階の視聴覚室？チェシャ猫がうなずく。そうだね。殺人現場だから多分入ることはできないけど、行ってみようか。よっしゃー、行けるようになりました。あ、そうか。話聞かんかったら行くことすらできんかったんじゃ、これ。それが話聞いてね、ちゃんとっていうコメントの通りのやつなんやな。オッケー。じゃあ、弁護。さっきの裁判、助けてくれてありがとう。私は大したことはしていない。結局証拠を提示したのはアイスだし、あ、適当に出した。適当に出したしおりやな、あれ。あんなものがさ、普通証拠になるとは思わんもんな。チェシャ猫が弁護してくれたから、私がそこで証明を出す勇気が、証拠を出す勇気ができたの。チェシャ猫のおかげだよ。役に立てたならよかった。ほう、これで話すことは全部終わり。よっしゃー。ここにいても仕方がないね。事件現場の視聴覚室も気になるし、聞き込みをしなくちゃ。とりあえず移動しましょう。私の言葉にうなずいて、チェシャニコは先に教室から出た。なんで先に出たん？一緒に行こうぜ、チェシャニコ。それを追って、私も教室を出ようと扉へ向かうが、ふと視線を感じて後ろを振り返る。ちょっと待って。アイスちゃんがちょうど突然霊感を感じ始めたんやけど。霊の力を感じ始めたんじゃないか、お前。お前かー存在感強いだよ、あんたあ、霊感の別に強くないアイスちゃんがさ、存在感を感じてしまうんだね先ほどまで私が座っていた席に、ウサギの被り物をした子供が座っていた。サイコパス感じんでないか、お前いつも自社に行くと一緒だね。仲がいいんだね。こんな声だったっけ、前にこの子の、このウサギの声やった時ってこの声だったっけ、まあいいや、この声で統一しよう。と、友達だから。猫は苦手なんだ。ウサギにとって猫は天敵だから。あなたは、誰？マクロクロスケ？てーと違う。三月ウサギ。三月ウサギ？三月ウサギ？え、待てよ。マーチ。マーチやん、三月でマーチやん。じゃあお前の名前、今回コロナ放送でのお前の名前マーチって呼ぶからな。多分三月ウサギっていう名前はさ、ちょっと長いけ言いにくいって思うけ、勝手にマーチって呼ぶからな。お前アリス、君は知りたがっている。この事件の真相を、自分の記憶を。知りたいよ、だって知らないのは怖いから。よし、アリスちゃん、知ったからそこそさ、怖く感じるって時あるぞ、お前。知らない方が幸せだったこともあるんぞ、お前。ふたりさん？当たり前でしょ。なんでそんなことを聞くの？知らなかった方が良かったってよくあるじゃないか。ほら、マーチも俺と同じ意見だろうが。それはそうだけど、でも自分の記憶がないのは嫌だよ。知るっていうのは知らなかった自分を殺すことだよ。
リス、人はどんな時に残酷になれると思う？それはね、好奇心を満たそうとした時だよ。わ、サイコパスやん。その考え方はもう模範的なサイコパスやん、お前。サイコパスの模範的やん。模範的なサイコパスやん。サイコパス的な模範的やん。何言ってんだ俺は。好奇心、好奇心、好奇心、俺たちはか。ある小説は幼い女の子の好奇心から始まった。ウサギを追いかけて穴へ落ちて好奇心のままに冒険をした。アリス、君は本当にチェシャニックを信用しているの？三月ウサギの言葉がじわじわと脳みそに入ってくる。足元がおぼつかない感覚がした。めまいがする。なんだ？ちょっと何かに感染し始めとる感じがある。違う、チェシャニックは私のことを助けてくれた。私はチェシャニックを疑ってなんかいない。疑ってなんか。トントン、ワシントンと肩をつづかれハッとする。ああ帰ってきたんじゃ。振り向くとチェシャニックが心配そうな顔で私を見ていた。どうしたの？ごめんぼーっとしてて。そうだ、これから事件を調査しに行くのだ。もう一度教室を振り返ってみたが、そこに三月ウサギの姿はなかった。幻覚？アリスちゃん幻覚見てる？もしかしてあいつ、あれ幻覚？質量を持った残像なんかな。 F91 なんかな。東校舎2階の視聴覚室は広が入れないようにテープが貼られ、立ち入り禁止されていた。なんだか諸々しい雰囲気。すごいな、警察官がさ警察官がやったような感じのテープ貼られたの来とんかな警察。事件現場にはさすがに入ることはできないみたいだね。当たり前か。素人がどこまでできるかわからないけれど、何かが手がかりがないか調べてみよう。はあ、え、ここで？ここが手がかりか。はあ、考える。教室の中は黒幕？暗幕がかかっていて、窓の外から中が伺うことはできなかった。やっぱりスピアッキーの持ち主が犯人なのだろうか。ねえ、チェシャニコ、シロウサギについて詳しく知ってる人って誰かな？シロウサギはアイスと仲が良かったのだから、詳しく知ってる人はアイス自身だと思うけど。そうは言っても記憶がないんだもの。うん。あんまじゃ、ゆうか、え、汚いかな？いや、それは、みんなのさじ加減。見てる人の確かげな気もするけど、まあいいや、そこまで言うなら調べてあげよう。足跡だ！こんな感じじゃなかったやん、遠くから見たら。足跡だ！ちょっと待って、これ、履いている上履きのさ、あれで犯人特定とかできるんかな？犯人じゃない、あ、犯人とは限らんけどさ、なんか、重要参考人みたいな感じで呼べるんか。って、上履きってさ、みんな一緒だろ。ちょっと待って。学校役上履きってみんな一緒じゃねえって考え始めたけどさ、どうなんだろうな、そのあたり。いや、もしかしたら土足ありなんかもしれんし、でもその土足やって、靴、指定の靴でみんな一緒とか、サイズか。そうか、サイズがあるんか。なるほどね。なるほど。この辺は生徒に使われていないため、全体的に埃っぽい。実際に行こう。ここの視聴覚室はもうほとんど使われていないんだよね。ほうなんじゃ。チェシャニコはうなずいて説明をしてくれた。そう、北校舎にもっと設備のいい第二視聴覚室ができたし、東校舎自体古いから、ここはもう全く使われていないと言ってもいいはず。そういう当番もここは割り振られていない。はあ、だったらここで殺人が行われたっていうのは結構、その、なかなか使われていないっていう中でもさ、実は使っていた人だったりするかもしれんな。わからんけど。なんか変じゃない？使えていないならもっと床が埃っぽくてもいいと思うんだけど。事件があったから警察の人がたくさん出入りしたんだと思う。そっか。でもそれにしては足跡が小さいような。視聴覚室前の床をファイルで記録した。ほうほう、小さめの足跡か。小さめって言おう。アリスちゃんが小さめって言うんだったら、それ結構あのまり体格の大きくない生徒の話なんだな。
なるほど、その辺で絞れるパターンが出てくるんか。あと気になるところか、ちょっとこの表札がちょっと斜めになったのが気になるけどな俺としては関係ないだろうけどな。今はもう視聴覚室って言ったら北校舎の第二視聴覚室だよね。クーラーが完備されていてパソコンがあって生徒には天国のような場所だ。昔はここを使っていたんだろうね。うん、ここは不便だから。渡り廊下がないのが辛いよね。1階の扉しかないんだもの。図書室からここに来るのが地味に面倒。いい運動になる。待て、ちょっと今思ったらさ、今の話ちょっと結構重要なこと言ってない？ちょっとなんかルートがなんとかってちょっと重要なこと喋ったとこだね。今ちょっと覚えとかなあかんとこ喋っとったんちゃう今よ飛ばしてもだけどなんか面倒、その面倒なルートのなんか通った人が怪しいみたいな、そんな話になるんじゃん。ちょっと待って、飛ばしてもだけど、ちょっと太ってるとかそういう話じゃない。もう太ってるとかそういう話じゃない。ちょっと待って、もう一回その話させて。え、もう一回その話できない？あ、できるじゃない？できるじゃない？できるじゃない？どれどれ？不便、不便、その後じゃ。渡り廊下がない。一階の扉しかない。図書室がここに来るのが面倒。扉が一階の扉しかないってことは、ここしか入り口がないってことか？そういうことか？ここを覚えとった方が良さそうな、っぽい。ないんかい重要でもなかった気がするみたいなこと。いや、だってさ、重要そうじゃん。これさらっと。このゲームってさ、さらっと重要なところ言ってくるやん。やけ、こういうところも重要かなって思ったよ。ないんだ。よし、他か。なんでこんなところに机とかあるんかな。どうでもいいんかな、これ。うわ、見て、すごい汚い。言い方。あるちゃんも言い方。使われていないものを適当に置いてみたい。備品配備かな、備品発揮かな。これはあんま覚えんでもいいだろう。外見てみよう。あんまないか。扉。あかんかな、これ。あかんかな。うん、暗闇。で、スピアッキー。非公認のスピアッキーな。スピアッキーの手に入れ方もちょっと今後考えていいかな。あかんところはあるけど。はあはあ、もうなんもないか。オッケー、なんもなさそう。よし。さあどうなる？だとしたらどこに行くかになってくるわけで。ああ、スピアキーありそうだしか、うん。廊下って言ってくれよけん、廊下行きます。窓の外は相変わらず夕暮れだ。廊下の向こう側から誰かが歩いてくる。あ、先生、うさんくさい先生あ、イモムシ先生。アリスくんか。多分こんな声だったと思う。歩いてきたのはイモムシ先生だった。疑いが晴れてよかったね。ありがとうございます。それでは、それだけえ、それだけいる、今の感じいる会釈をしてすれ違おうとするイモムシ先生を私はとっさに引き止めた。あ、ナイス。これだけで終わったらさ、何のためのすれ違いやねんって思った。おお、わあ、今のラグビーのさ、タックル受け止めるような格好で止めたんじゃないの、今のズドって音。あ、あの先生。なんだい。わ、何も考えずに止めた感じのやつじゃ。前回の引き続き、前回のしおり出した時に引き続き、何も考えずに何か行うことってアリスでよくあるよね。いろいろ聞きたいことがあるような、ないような。待ってください。少しお話を聞かせてもらえませんか？生徒に質問されれば答えるのが教師だ。仕方がない。ただし手短にするように。ありがとうございます。さて、何が聞きたいのかな？ぶっちゃけ先生、月いくらぐらいもらってます？お、いろいろ聞けるで。お、スピアキーについてとかすごい結構重要なところ。まだとりあえず白ウサギじゃ。白ウサギのことなんですけど。ふむ、少し前にも同じ質問しなかったかな？いえ、その
私の友達がどうというより先生から見た白ウサギの印象を聞きたくて。教師目線からか。そうだな、白ウサギはおとなしい子だった。冷え性の寒がりで外で体を動かすよりも部屋の中で静かに過ごす方が好きだったという印象だな。休み時間もいつも教室で本を読んでいた。部活には入らず授業が終わるとすぐに下校していたね。本を読んでいたってことが、本を買いに来たっていうことを考えた。確かに仲良くなる線がアリスちゃんとは定期的に始めるのだ。成績は可もなく不可もなくといったところか。2年生になって少し成績が落ちたと聞いたな。中国や提出物の遅れもなく言われた仕事は真面目にこなす。まあ教師からすればもう反省だ。そうですか。そっけなくて先生のことなんてちっとも見てない先生かと、生徒のことなんてちっとも見てない先生かと思ったけれど、案外ちゃんと答えてくれた。しかし、これといって特別な特徴があるわけではなかったようだ。初めて具体的な白ウサギの話を聞いたが、やはり私の白ウサギのことを思い出せなかった。ほう。重要なところ、スペアキーについて。事件現場の視聴学室のスペアキーについてなんですけど、先生はご存知でしたか？少なくとも私は関与していない。全く困ったものだ。こんな厄介事に巻き込まれるなんて。先生、そっぽ向いてない。なんかさ、怪しいんですよ。あんた。関与していないっていうのもなんか嘘っぽく聞こえるんですよね。あ、先生、前から何度も聞いてますけど、その、右角度90度のところに何かあるんですか？ええ、まあ。職員は全員尋問されたが、誰もスペアキーを作ったとは名乗り出なかったよ。おそらく生徒の誰かの仕業だろう。はぁ。ここ最近の出来事について。ここ最近何かありましたか？漠然としてるな。何かありましたか？だったらさ、どこまでが何かなんかちょっと分かるようになってくるやん。いや、特にないな。先月は2年生が勉強合宿。これから競技大会や試験の準備があるが。あ、そうじゃなくて、こう、学校の雰囲気というか、クラスでの生徒の様子というか。私は詳しいことはわからん。面倒事はごめんだ。しかし、いいが、おお、でも最近は巻き込まれていたな。そう言いながら、イモシ先生はため息をついた。何に巻き込まれていたんですか？小さないたずらの被害が相次いでいたんだ。来た！いたずら部だな、これ。これでさ、いたずらをしていたのが、いたずらじゃなかったらさ、タイトル詐欺やからな、お前。下駄箱の靴が上下逆さまになっていたり、掲示物が全部裏返ってたり、ちょっと、裏返しまくりやな、これ。下校して、登校したら、教室の椅子が全部上げられたり、いたりな。なんこれ、上下逆さに好きにするん好きやな、お前。そんなに上下逆さまにするん好きだったら、オセロやれ、オセロ。悪したものではないが、幽霊の仕業なんじゃないかと噂するものが出てきて、こちらは対応に困っていた。幽霊の仕業じゃダメだわ。妖怪の仕業みたいな感じになったら、妖怪ウォッチじゃないんだぞ、このゲーム。いやでも、妹先生なんか妖怪ウォッチに出てきそうな感じがするな。まあ、特に余計な仕事を増やさないでもらいたいものだね。へえ、そんなことが。もしかして、図書館のいたずらも、そのうちの一つだったのかな？あ？上下入れ替えられとったん？あれ。あれ、どんな感じのいたずらを受け取ったんだったっけ？手直ししよったって言ったけど。その辺ちょっと覚えてないけど、順番入れ替えられとったって言ったっけな。だったら、上巻と下巻を入れ替えたってことで上下入れ替えてるのも確かにあっとうけどさ。まあいいや。もうこんなもんか。グッバイ。See you。どこ行こう。図書室かな。図書室に来た。いまだに自分が図書委員だったという実感が湧かないけれど。ここで私は本棚の整理をしていたのよね。そう。小さい猫がうなずく。きっと、ぶつくさ言いながら本を直したんだろうな。
本がぐちゃぐちゃになっているのを知った時のアイスの顔は見物だった。どんな顔だった。ジェシャレコーナーね、お前。左斜め45度ぐらい見ようね、お前。なんだその、なんか、変な方向に目を向けるんじゃないわ、お前。ちょっとツボだぞ、お前。あは、そりゃ、だって、そうなるでしょう。覚えてないけどね。ジェシャネコと、たわいもない話をしていると、コンコンと扉をノックする音が聞こえた。失礼します。ああ、お前。イカレ帽子屋側の人間だろ、お前。あれ、俺、イカレ帽子屋のこと嫌いやけんさ。その仲間のお前もさ、なんか必然的にちょっと嫌な目で、嫌いな目で見てしまうんだぞ、お前。何しに来た、お前。はーい。あれ？あなたは？先ほどの裁判で、検事側の証言をした眠りネズミだった。先ほどはすみません。僕の証言で、あなたが大変な目に遭ってしまって、あ、いいやつじゃ。結構、ちゃんと謝ってくれるタイプの人間だ。そうじゃ、そうじゃ、お前。謝らないで。仕方ないよ。あなたは嘘をついたわけじゃないんだもの。そうですけど。ケンジさんに聞かれたから答えただけでしょ。何も悪いことしてないよ。はい。ありがとうございます。あ、よかった。前傾的解じゃ。こいつはいいやつだ。何もいかれていない。これを見てください。このピュアな顔。気にしないでね。それより図書室まで来てどうしたの？忘れ物？いえ、忘れ物じゃないんです。僕ちょっと、さっきの裁判で気になることがあって。どうした？何？手芸、なんかその手なんなんお前。その手のポーズなんなんお前。なんかのヨガかお前。何？それしたらなんか精神集中できたりするの？気になること？気になること？気になることって？裁判の時にアイスさんが証拠品として見せたしおりがあるじゃないですか。ああ、あのダジャレご苦労様。私はこのしおりに助けられたのだが、このしおりのせいで大変な目に遭ったと思うとなんだかやらせない。そうです。あのしおりに似たものを僕どこかで見た気がして、あのしおりに見たものを。あんなしおり2枚以上いらんわ、お前。本当？一体どこ？思い出せないんです。確かごちゃごちゃカラフルなポスターがたくさんある中に紛れていたような。ごちゃごちゃポスター、カラフルなポスターたくさんあるところ。はあ、ポスターね。カラフルなポスター？はい。でもそれが一体どこだったか。部活勧誘ポスター？あ、確かに。それならごちゃごちゃしているし、手書きでカラフルなポスターがいっぱいあるね。なるほど、そこだったかもしれません。証拠口ね。ありがとう。行って調べてみるね。来たー、こんなところ。証拠口。こんな感じで話続くんじゃ。あと白ウサギ、こいつから見た白ウサギかな。ねえ、眠いネズミさんは白ウサギについて何か知ってることはない？白ウサギ、被害者の人ですよね。そう。詳しくは知らないですね。別のクラスですし、お役に立てなくてすみません。あ、謝らないで。いいの。もし何か収穫があればいいなと思って聞いただけだから。はい。おお、どうした？早く帰らないで。夕方から見る、夕方から始まるアニメ見なくなっちゃうみたいな。変なこと言うなよ、お前。お前のアニメの趣味なんか知らんぞ、お前。どうしたの？いえ、今白ウサギと聞いて何か思い出したような気がするんですけど、何だったかな。こいつ、ちょっと意味深なこと言うんじゃないの、お前。ちょっと気になるな、お前。思い出すならポンと思い出せ、お前。中途半端な声使えるな、お前。お前の脳内どうなっている？え、何？何？すみません。白ウサギという名前をどこかで聞いたことがある気がするんですけど、思い出せません。お前さ、ちょいちょいその手のさ、ポーズ作らんかったらどうしようもないんか、お前。錬金術か、それは。錬金術するときのポーズか、それは。そっか。もし何か思い出したら教えてね。はい。まあいいや。白ウサギどっかで聞いたことある的な。とりあえず、証拠口じゃ。ああ、ここにあるんか。
証拠口、私はいつもここを通って教室に行っていた。さすがにそういう記憶は残っている。ポスターな。今月の手料理や年間行事、部活勧誘、部活動勧誘のポスターなどが掲示されている。ああ、そんでしおりじゃ。しおりを見たって言おったよな。どこあるこれ。ウミガメスープ。ウミガメスープ。ウミガメスープってさ、なんか質問をしてさ、それが何なのか答えるやつじゃない？あれとは関係ないかな。バラ塗りとかあったり、涙の池水泳部。その上、何部って書いておくこれ。気になるけど。タップしても何も反応ない。適当にタップしてる。だピン言うた、今ピン言うた。なんか知らんけど、ピン言うた。なにー、なんか出てきたー、なんか出てきたー。ねえ、茶社に行こう。このカード、学校の掲示物じゃないよね。学校の承認の反、犯行押されてないし。なんかめくって手に入ったよ。みんな適当にタップしよったらなんかめくって手に入ったよ。チェシャネコはうなずいた。これなんだろう、カラスの絵がそっくり。眠りネズミさんが言っていたのってこれのことだよね。多分。確かにだいぶ似とるな、さっきのカラスと。巨大なカラスの会。ビッグクロベッグクロ勇士募るアリスズアドベンチャーズインワンダーランド。はあ、ワンダーランド、ワンダーランド、オッケー。なぜ A と V と R 赤なん？ AVR なんか気になるな。なんでこんなところ A、 アリスの A はさ分かるよ最初やけん。ね、なんで中途半端なところの V の R 赤なったの？なんか気になるなこれ。チェシャネコはこの巨大なクラスの会って何か知ってる？いたずら部。いたずら部？詳しいことはわからない。ただ、生徒同士の会話から聞いたことがあるだけ。へぇ、巨大なクラスの会、勧誘ポスターみたいね。多分、いたずら部の勧誘ポスター。やっぱりそういう意味なのかな？カードをファイルに記録しました。どこがいたずら要素があったんだろうか。わからん。はあ、巨大なクラスの会ね。よし、じゃあ靴箱も調べとこう。なんもないと思うけど。ないよな。ないな。床になんか落ちとるとかでもない。屋根がなんか崩れてそこから見えるみたいなわけでもない。こっちのポスターを見てもう一回なんか見えるわけでもないんかな。ああ、これめくりよったんじゃ俺。ペランでめくったんじゃ俺。よう気づいたなお主。よう気づいたなお主、アリスちゃん。よし、考えようか。やっぱりここもなんだか変な感じがする。人の気配があるような、ないような。さっきのウサギおる、もしかして。まださっきのウサギおる、もしかして。いきなり顔出てきたりするんかな。バーン。ややな。チェシャネコが一緒にいてくれるからいいけど、ひどいだったら怖いかも。おるんじゃん、もしかしたらさ。なんかこの一番奥の靴箱の裏にさ、からいきなり顔出してバーンとか出てくるかもしれんね。おい、出てくるんだったら出てこいよお前。マーチ、マーチ出てこい。出てこんな。どこ行こう。廊下行った、図書室行った、教室に戻っても何もないと思うよな。小学室ももういいだろ。唯一行ってない体育館前。誰もいなかった。はあ。別に今入れるわけじゃないかな。あ、鍵かかっとんじゃ。じゃあもうここ、おっと、考えるがあるな、今よ、見たら。ねえ、チェシャネコ、この裁判って何なんだろうね。私にもはっきりとは分からない。全てを知っているのは裁判長である赤の王様だけ。私たちはその決定に従うしかない。赤の王様ってそんなに偉いの？
ただ壇上で偉そうに座っているだけにしか見えないんだけど。誰も赤の王様には逆らうことはできない。はあ、あれ、でも私最初に赤の王様にこんな裁判おかしいですって食ってかかったけど。あんなことアイス以外できないし、アイス以外許されない。なんでアイスを許されるんだ、それ。どういうことだそれ。そうかな、誰でもできると思うんだけど。なんだそれ、なんか重要っぽいな、なんか。まあいいや、あんま手がかりなかったな。あ、図書室戻って、さっきの隠れネズミの話おったわ、やっぱあったよみたいな話できるんじゃんこれ。おーい、てめえ、あったぞお前。あ、整理をしてたんだよねって話が。あ、これ聞いてなかったわ。駐車で行こう、うなずく。でも一体誰の仕業なのかな。本棚の本を入れ替えたって誰も何も得しないじゃない。この事件とこのいたずらって全く関係ないものなのかな。わからない。てかその本棚をもう一回調べてないな、4考えたら。てかこいつが出てきたけんさ、ちょっとそいつの話聞っきょってさ、あれこれやったけどさ、ここの辺調べてないよな、再度調べてないよな。この辺だったかな、あれの本見つけたんて。あれ、あーでも直したけんもうないんかな、さすがに。ほーん、あ、イモシ先生はいなくなっていたのか。ああ、なるほど、ここでフラグが立ったのか。そうか、その代わりに2つの陣営が見える。やあアリス。こんにちはアリス。話しかけられて近づくと、顔がそっくりな2人の男の子が立っていた。こんにちは。あれ、あなたたちは生徒手帳を拾ってくれた。そうそう、もう脅しちゃダメだよ。大丈夫。あなたたちも私とお友達？親しげに話しかけてきたということは、白兎、チェシャレコについて自分の記憶にない友達だかと思ったのだが。いやいや、いや、お話しするのは初めてだね。ナイス、クラスが違うから。同じ学園だから顔くらいは知ってるけどね。僕らは君の隣にいるチェシャレコと同じクラス。2年1組の双子の兄弟。僕はトゥイードルダム。トゥイードルダム。僕はトゥイードルデイ。ダムとデイか。ああ、トゥイードルとかさ、覚えにくい、読みにくい名前使うのやめてください。解明してください。田中とか山田とかにしてください。よろしくね。なんて名前だったっけ。左の髪の毛がちょっと紫っぽいのがダムで、右の黄色っぽいのがデイだったっけな。ダムデイやな。ダムデイ。ダムデイ兄弟で覚えとこう、俺は。もうダムデイ兄弟で。僕たち、仲良しの双子さ。裁判を見て、君に興味を持ってね。あの裁判で常識を求めるなんて面白い考え方をしているね。君が面白そうだから、僕が声をかけてみようって提案したのさ。なんだって、僕が先に言ったんだよ。なんだと。なんだよ。やるのか。受けて立つぞ。勝手に喧嘩するのやめてください。やめて。一体なんだって言うの。アリス、この双子はいつもこんな感じなの。こんな決定双子なの。は？そう、僕らはいつもこんな感じ。どうぞよろしく。あんまりよろしくしたくないかもしれない。双子について、あなたたちはまずはあなたたちのことを教えてほしいな。僕らのことを知ってどうするの。どうって、あなたたちが私に話しかけてきたんじゃない。まず相手のことを知ろうとするのは普通でしょ。ああ、まあ、そっか。言われてみれば確かにそうだ。でも別に僕らがどうこうってわけじゃないんだよね。ただ、なんとなく話しかけてみただけさ。僕らはくだらないことが大好きだから。
つまり私に話しかけるくだらなくが面白いと。わあ、卑屈だな。こいつらちょっと、何でもないけどさ、芝居来たくなるんやけど。卑屈なのは退屈だな。もっと面白いことを聞きなよ。なんだこの失礼さは。面白いこと。白ウサギのことは。ねえ、白ウサギについて何か知ってることはない？うん、知ってるような、知らないような。知らないような、知ってるような。まあ、真面目に答えてよ。大真面目さ。何かってなんだよ。君こそもう少し具体的に質問しなよ。曖昧な質問には曖昧な答えはしかできないよ。今のは君が悪い。なんでこういうつくみは鋭いの。この世界の住人はさ、意外とさ、鋭いところを突っ込んでくるからな。あの怒り防止だといいな。その白ウサギの人とないとか。そう、僕ら白ウサギとは違うクラスだから。話したことがないってわけじゃないけど、どんな人物か知るくらい彼女を よく知っていると言われれば、全く知らないと同意だね。はあ、まとえない答えというか、なんだか会話が回りくどいし、ぬらりくらりとしていて、つかみどころがないな、この双子。それよりアリス、君に面白い話をしてあげよう。ああ、なんだ。面白くなかったら顔面グーで殴っていいのか。お話？セイウチとカキの話さ。突然双子は大げさな身振り手振りで語り始めた。別にセイウチとカキの話なんてどうでもいいんだけど、遮ると面倒そうだと思ったので、双子が満足するまでそのまま語らせることにした。おいおい、そう語らせたらさ、3日くらいでようやく話が終わるみたいな、そんな話じゃないだろうな、お前。あ、これちょっと長くなりそうですね。太陽の光り輝く海で、でも変だよね。この話の時間は夜なんだ。お昼なの？夜なの？どちらでも。つまりはどうでもいいということさ。なら前置きは必要ないじゃないと思ったけれど、口を挟むのはやめた。めんどくさい。海はびしょ濡れ、砂漠はカラカラ、セイウチはお腹をすかせていた。セイウチは海の中へ入っていって、カキに話しかけた。一緒に散歩に行かないかい？たくさんいるカキのうち一人は行かないと答えた。なんだって、それは残念だ。海の外、輝く太陽、素敵な談笑、白い砂浜、素敵なことがいっぱいだ。残りは行くと答えた。それでは小さく言うかんな、紳士淑女よ、私についてきてお前。カキたちは軽やかな足取りで海から陸へと上がった。さあカキたちよ、この素晴らしい景色が見るかな。カキたちは初めての世界に喜んだ。そしてセイウチは喜ぶカキをペロリと食べてしまったのさ。まあ反応が薄いわ。反応が薄かったわ。つまり何か言いたいかわかる？え？ああ、しょうもない話っすね。知らない人について言っちゃダメですよってこと？おいしい！もっと根本的なことさ。好奇心だよ。あ、好奇心？なんか、さっきもなんかそんな話をしていたな。好奇心？好奇心は身を滅ぼす。ああ、なるほど。なんだか さっき聞いたような話だ。全く一体何なんだろう。その話がさ、本当だとしたら、アリスちゃんも好奇心、その好奇心を捨てるべく記憶をなくしたみたいな感じになったの。君はどうだろうね、アリス。幼い好奇心からウサギの穴に落ちた少女のように、自分を危機に追いやるのかな。冗談冗談。そんな怖い顔をしないでよ。はあ、この双子に怒っても無駄か。ところで私は何について尋ねたんだっけ？本題はですね、覚えてないという感じ。本題を覚えてないという感じ。この二人のペースに、双子のペースに乗せられている。チェシャネコについて。チェシャネコとは同じクラスなんだよね。そうだよ。まあ、親しくはないね。でも全く知らないというわけじゃないよ。
ね、チェシャー猫。僕らは普通の当たり障りのないただの同級生だよね。反応に困っているぞ、諸君。チェシャー猫はうなずいた。おう、チェシャー猫が押さえている。そうとも、チェシャー猫の多くを知ってはいないが。少なくとも、今まで口が聞けたのは知ってるよ。え？教室でも普通に喋っていたよ。今朝だって僕に挨拶してくれたよ。おはようってさ。喋れなくなったのはいつからだったかな？昨日から？今日から？それとも明日からだったかな？喋れた？え？ああ。なんだ？チシャネコ。また怪しくなってきてな、お前のこと。なんだ？私はてっきり生まれた時から喋ることができない病気か何かだと思っていたのに。どうなんだい、チシャネコくん。チシャネコ、どういうことなの？私は別に声が出せないわけじゃない。今は喋ることができないだけ。ん？どういうことだ？どういうことだ？意味が似てるような気がするけど違うのか？何だったんだ今の話は。追求しないのか？どうしてチェシャー猫は喋らないのだろう。何か理由があるのだろうか。いや、理由があるから喋らないんだろうけど、私には話せない理由なのかな。私とチェシャー猫は友達のはずなのに、わからないことが多すぎる。え？理由って、あー、最近無口キャラがさ、なんかいいなって感じ始めたけどさ、とりあえず喋らないようにしておこうみたいな、そんな話だったら俺ぶん殴るぞ、チェシャー猫のこと。そんなことで喋るのやめなよ、お前。やめるなよ、お前って感じ。うん、なんだこれ。どうしようかな。こいつらと話したんはいいけどさ、どうしようかな。もう何も話すことないよね。何もないな。どうしようかな。ああ、こんなんあるんじゃ。ちょっと、こんなんあったんじゃ。裁判以外でもこういうことできたんじゃ。あ、でもそうか。でもよく考えたらそうやな。こいつに言われてこういうのあったって見つけてきたんやけどさ、こいつに見せなあかんところやけどさ。そりゃそうか。流れの話的には。ねえ、ネズミ、眠りネズミさんが言っていたのってこれのこと？あ、そうです。それです。小号口の掲示板に貼ってあったの。なんか知ってる？いたずらぶ、いたずらぶ、いたずらぶって聞いてたらしいんだけど。いたずらぶ？あ！知ってるんだ。詳しく教えて。あ、いえ、すいません。聞いたことがあるくらいで、詳しいことは知らないんです。なんでも秘密の部活なんだとか。秘密の部活？何それ。超惹かれるんですけど。なんだか聞いただけで面白そうだ。惹かれてる。本当にアイス控えてる。はい、不定期でこっそり行われているらしいですよ。学校どこかに部室があって集まっているって。でも教師には内緒の部活らしいので、どこまでが本当なんでしょうね。先生たちはこの巨大なクラスの会、いたずらのことを知っているの？知らないんじゃないでしょうか。生徒でも噂を聞いたことがある人といない人でまちまちです。単なるふざけた噂話だろうって意見が大半です。チェシャー猫も話をちょっと聞いたことがある程度なんだよね。そう。そうか。もうちょっと詳しいことが知りたいけど、でも実際本当にいたずら部っていうのが存在しているかすらわからないのか。単なる噂話って可能性もあるんだね。でもちょっと楽しそうですよね。生徒だけの秘密の部活なんて。そう言って眠いネズミは笑った。確かに教室に秘密で 何かするというのは生徒にとってたまらない娯楽だろう。ああ、学校で隠れてゲームするみたいな感じ、一緒にモンハンするみたいな、一狩り行こうぜみたいな話を聞いただけで少しワクワクしてしまう。おっと、誰かそのいたずらに関わっている人を知らない？いや、僕はただそういった話を聞いたことが合うだけなので。
そっか。すいません、お役に立てなくて。あ、ごめんね。眠いネズミさんが謝る人なんてないよ。一部ではこの白ウサギ事件はいたずら部の仕業なんじゃないかって言われてますけど。そんな噂もあるの？はい、でも僕は違うと思いますよ。いたずらにしては度が過ぎているのものね。ええ、巨大なクラスの会はあくまでくだらないいたずらを考えて実行する会だそうです。確かにくだらないわ。何でもかんでも上下ひっくり返すみたいな。くだらないいたずらね。ほうほう。この巨大なクラスの会はいたずら部と呼ばれていて、先生の目から隠れて活動している。大事は起こさずくだらないいたずらを繰り返す。おそらく図書室の本の並び方がめちゃくちゃにされたのもこのいたずら部のせいなのだろう。ねえ駐車に行こう。この巨大なクラスの会に関わりがありそうな人覚えてない？確信が持てるわけじゃないけど思い当たる節はある。多分アイスと同じ考え。その人物は、え？同じ考えと言われてもさ、なんでってなるの？なんでってなるの？いたずらと関わりがありそうな人物？なんでって話になるよ。うん。ドゥイードルの双子。そう言うとチェシャニコはうなずいて、あ、取ったわ。でもさ、なんかこいつだけさ最後の方に出てきてさ、なんかちょっと重要人物っぽい感じはしたんよな。そんな感じでとりあえず選んでみた感じです。くだらないことを楽しむあの双子がいかにも怪しいよね。巨大なクラスの会について何か知ってるかもしれない。アイスは巨大なクラスの会と白ウサギの事件が関わっていると思うの？そこはまだちょっとわからないの。でも気になることはちゃんと調べようと思って。調べていたら私の記憶も戻るかもしれないでしょ。わかった、私はアイスに従う。ありがとう。駐車に行こう。とりあえず飲み物買ってきて。あ、そういうことじゃない、そういうことじゃない。よし、ってことはだ、じゃああの双子がおったとこ、つまり廊下に行けばいい、話を聞けばいい。お、四つ目できてる。巨大なクラスの会について聞きたいことじゃ。ねえ、巨大なクラスの会って知ってる？うん、知ってるよ。わ、マジか。即答だな、お前。やるな。やってくれるね。知っているね。うん。こんなにあさり白状すると思わなかった。それって普通、知っとっても隠すところじゃないの。どうしたの？驚いた顔をして。うん。秘密の会と聞いていたものだから、こんなにあっさり認めるとは思わなくて。僕ら嘘はつかないよ。そうさ、正直者なんだ。ごまかすことはあるけどね。曖昧にすることはあるけどね。はぁ、いやだな、アリスは僕らのことを嘘つきだと思ってたの？だってうさんくさいだろ、お前らの言い方。ひどいな。僕らこんなに紳士なのに、紳士はそんなにおしょくったことを言わないんだよ。紳士な対応された覚えがないし、今までの会話でどう信用しろって言うの？バカなの？って文句言ってる場合じゃない。答えてほしいの。この巨大なクラスの会について教えて。どうして？え？どうして知りたいの？どうしてって言っただろ、好奇心は身を滅ぼすよ。やだ、そんな大げさな。私はただこの会が事件を解く賭けになるかもしれないと思って。そうだよ、お前は。むしろさ、裁判に関わるものとしてね、ちゃんと証拠として取り上げる分にはね、ちゃんとお前らも協力する義務があるんだぞ、お前ら。わかるか。ふーん、巨大なクラスの会と白ウサギの事件は関係があると思ってるんだ。それはどういった理由で答えられる？え？そんな感じになる？巨大なクラスの会と白ウサギの件。え？関わりあるのか？とりあえず関係あるって言っちゃおう。答えられるわよ！じゃあ、巨大なクラスの会と事件を結びつけるものは何？僕たちが納得したら、巨大なクラスの会について押し上げてあげるよ。え？巨大なクラスの会と事件を結びつけるもの
はあ。あれ、なかったかな、もしかして。結びつけるもの。まあいいや、適当に答え答えたい。ってなればな。なんで本当にこれスペアキーなんかわからんけど。このスペアキー、なんだこの反応、なんで無言になるいつの間にか。お前、双子はじっと私を見つめる。一瞬ひるみそうになったがぐっとこらえて説明した。巨大なクラスの会は非公認の部活なんだよね。眠りネズミはこう言ってた。秘密の部活で部室で活動を行っているって。なら秘密の部室が必要。この東校舎2階の視聴覚室は使われていないし、東校舎自体人の出入りがあまりない。視聴覚室には黒幕があって、部屋の特性上外に音も漏れにくい。視聴覚室はうってつけだと思う。スペアキーの持ち主はこの巨大なカラスの会の部長、もしくはその部員だと思うの。アホーな、そこまで考えてなかった。そこまで考えられるか？無理だね、僕には。なるほど。筋は通るね。じゃあ、巨大なクラスの会について教えてくれるのね。いいよ。でも、ここで中越もなんだし、教室に入ろうか。オッケー。Google。さて、アリス。さっき君は面白い仮説を立てたね。巨大なクラスの階の物質は事件現場となった東校舎2階の視聴覚室。でもそれはあくまでアリスの推測であって証拠にはならない。もっと僕らを納得させられるものはないの？本当に巨大なクラスの階が視聴覚室を使ってたので分かる証拠。それはあるか、そんなん。違うだろうな、これ。まさかこの AVR となんか関係あるんかな、俺。だったりして。だから適当にこれを選んでみるぜ。これを見て。巨大なクラスの会のカードだね。へえ、見つけたんだね。でもこれが何か？俺もわからん。俺もわからんけどさ、それっぽい意見出してみただけ。へえ。よく見て。巨大なクラスの会、アイスアドベンチャー、勇士募る。このローマ字の AVR だっけ、字が赤いの。あそこ気になったよな、俺も。だからなんだという話だ。そういうデザインなんじゃない？別におかしいとは思わないけどね。いや、思うだろ。中途半端なんよ。A はともかく、B と R は中途半端な。適当なところ赤しとんで。それ普通さ、なんかの頭文字とかだろ。普通赤する。R だけ、R だけか？V は？何も指定されていないの。勇士募ると、ああ本よな。これじゃあ勧誘ポスターにならないでしょ。でもよく見るとこのカードには場所が指定されているの。アホなんて。ああ、マジか。だとしたらさ、ここ見とったんちゃんと収容庫になってる、証拠になってる。ちゃんと見た。勘のいい人だったらお気づきだろうかみたいな感じになってる。あ、 AVR ってそれだったんじゃ。オーディオビジュアルルーム。視聴覚室のこと知らねえよ。視聴覚室を英語で書いたらオーディオビジュアルルームってなる。知らねえよ俺。そんなん分からねえな。ふん、面白いね。なるほどなるほど。でもたとえ AVR が視聴覚室のことだったとして、本当に部員が集まっていたって証拠はあるの？部員が集まらないんじゃ部として成り立たないよね。がこれか。たくさんこう足跡があるんやけんさ、何人か来たっていう証拠ってことか。そういうことだったんじゃこれ。東校舎2階の視聴覚室の前に足跡がたくさんあったの。そりゃあそうだ。なんせ殺人があったんだから。足跡がついていない方がおかしい。そう、足跡がついているのは当然。でもそれ以外におかしいところがあったの。それが足跡の小ささ。事件を調べるなら大人の足跡じゃないとおかしいでしょ。そうそうそう。なのにこの私たちの上靴の足跡が古いものから新しいものまであったの。
そうそうそう、最近ツイッター足跡だったらだけだったら、大人の足跡でも分かるんやけどさ、昔から新しいものまで小さいってことはさ、頻繁に出入りがあった。でもその頻繁に使われるわけでもないっていうか、ほとんど全然っていうぐらいに使われないところなのに、こんなに頻繁に来たような足跡がたくさんある。それはどういうことかということなら、そういうことなのだ。うまくまとめただろ。人の寄りつかない東校舎の視聴覚室で誰かが出入りしていた証拠でしょ。そこまで私が言い切ると、パチ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 、おちょくってんのかお前らは。双子は同時に拍手をした。お見事アリス、やっぱり君は面白いね。そして二人同時ににやっと笑った。巨大なクラスの会へようこそ。やっぱりあなたたちは関わりがあったのね、巨大なクラスの会いたずら部に。そう、かー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 、おしょくってんのかお前は。な、なに、いきなり何を泣き出すんだろう。身構える私に双子はにんまりして、ご苦労様。あのやつ、あのしおりのやつ、お前、あー図書室のいたずら。そう、僕らの巨大なクラスの会の活動。あんないたずらして何になるっていうの。おかげで危うく殺人犯になるところだったんだから。いやでもあれに助けられとうけんな、一応。まあまあ謝罪は残しておいただろう。あんなくだらないだけで謝罪にも何もなってない。気の利いたことをしたつもりだったんだけどな。これだからジョークの伝わらない人は。あなたたちがいたずら部の部員だったからあんなことしたの。君の推論はほぼ正しいよ。ほぼ、僕らが巨大なクラスの会の会長なのさ。まあ伝統というのかな、東校舎2階の使えていない宿泊室のスペアキーは昔からあってね、卒業した先輩から僕らがそれを譲り受けたわけ。よくあるだろ、物質の鍵を伝統的に受け継ぐやつ、あれと同じようなモンスター。ほう、それを非公認でやってたのかお前らは。別に何をどうするつもりもなかったんだけど、こんな面白い遊び場を提供してもらったら有効利用しなくちゃもったいないだろ。僕らは巨大なクラスの会を立ち上げてこっそり活動していたんだ。じゃあスペアキーの持ち主はあなたたちだったの。でもそうなると、シロウサギを殺したのはこの二人が一番近いということになる。そのあなたたちはシロウサギを殺しないよ。そんなつまらないことはしないよ。双子ははっきりと言い切った。言っただろ、僕らはくだらないことが好きなんだ。人殺しなんて死んでもごめんだね。まだこいつとおもちゃのガラガラを取り合って決闘でもした方がマシさ。なんだ、やるのか。おお、食いつきはいいな。よし、それじゃあ。ま、待って、やめて。わかった。あなたたちは白崎を殺していない。そうなのね。デュエルはやめて。デュエルスタンバイとか言われないでよ、お前。じゃあ、何か証拠はない？自分の潔白を証明する何か。もちろん。アウトも。ディナーさ。ディナー？え？何言ってんだお前ら。頭湧いてんのか？さっぱり意味がわからない。そうさ、僕らは16時に職員室に呼び出されたのさ。素敵なディナーにね。まあ、全く宿題をやらなかったくらいで大きさなんだよ。いや、宿題はやれよお前。それは呼び出されてるお前。なんでそんな顔してんだお前ら。宿題なんかより人生でもっと大事なことがたくさんあるのに。あ、それはわかる。あ、それはわかるけどさ、それを先生の前で言ってみ。ぶん殴られるぞ。あの頭でっかち芋虫教師はそれをちっともわかっていないんだ。はあ。双子にとって方を並び替えたり下駄箱の靴を上下逆さめにする方が学校の課題よりも大事らしい。気になる素敵なディナーのコースメニューは？前菜の職員室での先生の長いお説教から始まって、スープはちょっぴりスパイスの効いた宿題アンディープ、メインに追加プリント、先生おすすめの数学 2B を添えて、極めつくのフィニッシュでデザートは先生のコピーお手伝いカラメルソースだ。もちろんフルコースは先生の監視付きでね。
うわー、聞いただけでお腹がいっぱいになる。そのディナーは誘われたとしても遠慮したい。よって僕らはイモイ先生に授業後ずっと拘束されていたのさ。いや、全くこの完璧なディナーコースに白ウサギのレアステーキなんてメニューは超えられないね。はあ、なるほど。二人にはアリバイがあるのね。じゃあ、なぜスピアキーのことを隠していたの？そりゃあ、もちろん、その方が面白いからさ。呆れた。人としてどうかと思う。小学校の時に習った道徳とは一体何だったんだろう。じゃあ、お前らさ、小学校に戻ってやり直せ。それには私もお説教を言いたいけど、今はそれを突っ込んでる場合じゃない。じゃあ、事件当時スピアキーはどこにあったの？それは2日前から僕らの手元にはなかったのさ。渡してしまったからね。え？一体誰に？事件の被害者、白ウサギにさ。白ウサギもいたずら部の一員なのではないか。